本茶バリスタのライフログ。はい、どうも、日本茶バリスタ倉橋です。今日はですね、ちょっとまあ入れ方もそうなんですけど、お茶のレビューをね、ぜひやりたいなと思いまして、僕が飲んで、あ、めっちゃ美味しかったなっていうお茶をぜひここでご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ご紹介したいのは和紅茶になります。熊本にあります芦北のお茶の梶原さん、春摘みの高春紅茶になりますね。まあ春摘みっていうのは取れた時期、高春、お茶の品種で紅茶になります。早速ね、この高春入れていきたいと思います。まずは、グラムを測ります。入れて香り嗅ぐだけでもすごい華やかな香りをしてきます。うん、いい香り。はい、こんな感じです。まあめっちゃおかひじきみたいな、ね。はい、早速入れてきます。入れ方はちょっと。熱々でもいいんですけども、何せもね、ちょっと楽しみたいので、温度を下げてやっていきたいと思います。で、温度は80度で、湯量 80g で、お茶の茶葉量 3g で、抽出時間は全部30秒でやっていきます。で、これでね、1戦2戦3戦で全部こうレシピを変えずにやるっていう飲み比べをしていきたいなと思います。もちろんね、1戦ごとにこう温度変えていくっていう手もあるんですけど、あえて分かりやすいように、まあ1戦2戦3戦全部レシピを一緒にしてやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。ライフログ。まずはお湯の量を測ります。で、お湯はグラム数でやっちゃいます。計量した方がやりやすいんで 80g ですね。結構これだけでも温度下がるんで、茶は計量済みです。早速入れていきます。はい、これで1分ですね。注いでから30秒なので、もう注ぎ始めます。注ぎ切りで30秒で仕上げちゃいます。はい、めちゃめちゃいい香りします。やばい、めちゃめちゃハニー、すんごい甘い香りする。いただきます。水色はね、水楽しみです。うまい。もう蜂に合ってくるぐらい、なんかもうまた飲みたくなっちゃう。
ライフログ2戦目いきます。すっきりめにはなってます。だけど甘い香りはまだ残ってますね。結構1戦目で甘い味わいが出てたような感じです。本当はねフィナンシェとかあればめちゃめちゃいいんですけど、じゃあフィナンシェはどうして買ってこよう。強いものを食べててもそれが残る。完成でもね80秒なのでいきます。80と30秒注ぎ切り。こうやってね茶葉に当てながら入れることによってもうこれでも結構抽出が進んでいるので、ここでも抽出が進んでいます。なので無理に出そうとしなくても大丈夫です。お花に一緒に入れて飲みたいぐらいですね。それぐらい甘い味わいの香りがする。ライフログ、はい、今日は、日本の紅茶、和紅茶を飲んだんですけども、やっぱりこう日本茶の可能性っていうのがすごい見えてくるような紅茶なんじゃないかって僕は勝手に思ってるんですけど、製法がね変わってきて、その和紅茶みたいに発酵系のお茶が、増えてはいるんですけど、和紅茶自体も知らない方もとっても多いんでね。でウーロン茶も作ってますし、煎茶の中でもちょっとね微発酵させてるものだったりとか、日本茶意外とねいろいろ種類あるんですよ。中国茶とか台湾茶とかスリランカとか、例えばダジンとか、ああいう紅茶と比べるっていうよりかは日本のお茶の中でこういうジャンルがあるんだっていう感覚で皆さんに飲んでもらいたいなと思って、いろいろねこう探すのも大変だから、僕がこうやってねお茶をレビューしてって、まずはもし気になったらぜひ飲んでほしいなと思います。梶原さんはネットでも買えるんで、よかったらぜひ検索して
探してみてください。梶原さんの春摘み香春紅茶のレビューでした。これからもレビュー動画どんどん出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。バイバイ。ライフログ。チョコミント。